今日は、洋介さんのパーマをかけていきます。お願いします。こんな感じで1年ぐらい前ですかね、パーマかけたの。10月ぐらいですか。前回は10月にかけたんですけど、この難しいポイントとしてはハイライトが入ってるんで、結構もう痛みがもうバラバラっていうところが難しいポイントです。ダメージレベルが全然毛先と根元とで、根元はお見苦しいんですがちょっとカラーを最近してないので、根元はバージン毛ですね。毛先はどのくらいだろう、明るさ的には18レベルぐらい、18レベルのブリーチと若干のパーマが残ってる部分も、あ、最悪の状況ですね。最悪の状況です最悪です。ここからパーマしていきたいと思います。イエイ。今このね、あのケア剤というかケア剤です。ケア剤って言われるものを、まあ、よく耳にすることが増えたと思うんですけど、まあ、実際どんなものかっていうと、これはちょっとこう私の使い方で使ってるんで、まあ、一度これで塗布して、ジュカルボン酸っていう、まあ、酸ですね、うん、よくこうプレックス剤とかにね含まれるその酸の力で、髪の毛を出たら HP を回復させるみたいな感じで強くするんですけど、うん、まあ今ケアルが、え、何でもないです今温めたんですけど、うん、こうやってちょっと温まることで、うん、酸がこう力を発揮してくれるので、まあ、今ドライヤーで温めて、結構もうキシキシというか強くなるんで、ちょっとこうきしむ感じの手触りになってます。酸だからね。酸だから、だから ここから、まあ、宿毛矯正もそうだし、パーマも、うん、まあ、こういう結構傷んでしまってる髪の人に対しては、まあ、ここから施術を始めていきます。最初に HP を回復させた状態からやると。やります。もうそれじゃないとやっぱ体力が持たなくて結びつく場所がないので、このそういった場所を作ってあげてるみたいな。こちらは前処理剤なんですけど、 GMT っていう還元剤を、まあ、こう中に入れることで、まあ、軽くパーマ剤にもなっているっていう状態なんですけど、これを前処理プラスパーマ剤として使います。これをつけるとね、絶対に切れないです。絶対に、あのー、なんだろう、リッチがちゃんと出る感じはするね。普通こうブリーチ毛みたいなのにパーマをかけるとすごいこうテロッとね、テロッとこう張りがなくて、マージン毛とか普通の髪の毛にかけたこうブリッとしたカールじゃなくてテロッっていう張りのないカール感になっちゃうんですけど、ちゃんとプリッとプリプリッとプリッとかかりますよね、そういうことです。そう、結構いろんな薬を試したりいろいろやって行き着いたものなんで、うんうん、安全性が高い、誰でも使いやすいように、うん、っていうのを考えて作ったというか、うん、調合したというか、うん、使いやすいですよね。なんかこういう薬だからこそ難しいみたいな。GMT10% ぐらい、5% ぐらい。テロッとしない感じが、芯がね、こうしっかりしてる感じが
っと時間を置きます。いい関係の作り方いい関係の作り方、はい、私まあ腹割って話せるかどうかっていう、まあ、結局信頼関係じゃん。と陽介さんの場合はもうほぼの時間を一緒にいたじゃないですか。まあそうだね、時間をとにかく使ったっていう感じだね。時間をとにかく使ったし、うん、コミュニケーションもめちゃくちゃ密にとってたからね、うん、ただでもまあ確かにその時間を使うっていうことはその接触回数を増やす、コミュニケーションを取るっていう風にしたら確実にその信頼関係みたいなのは上がるは上がるじゃん。まあ今はコロナもあるしなかなかねこうコミュニケーションっていうのは取りづらい状況になってるから、一般企業でも今の新入社員とかが辞める主な理由がコミュニケーション不足なんで、その上司とも。でもさ なんとなく時代的になんかそういう例えばさ飲み会とかに誘っても嫌がられるんじゃないかなとかさ、コミュニケーション取りたくないんじゃないかなって上は考えがちなんだけど、でも、まあ、それでだから取ってなかったりすると結果コミュニケーション不足っていうか上とコミュニケーションが取れないからっていうので辞めちゃう子が今多いんだって。でも 思いますよ。そうでもだからいい塩梅を保ってないと絶対的にその関係性っていうのは築けないのかなっていう、めっちゃむずいなって。むずいですね。取んなくてもダメだし、うん、取ってもダメだし適度な距離感っていう感じが必要なんだなとは思うけど、なんか俺が今までこうやってきてすごい思ってるのは本気でぶつかれるかどうかなのかなじゃないけど、本気で怒るしそれに対して本当に反省してもらわないといけないけど、うん、俺が真剣に多分向き合おうとしてるから向こうもその真剣にだけど、みなみがついてた時に関してはもう喧嘩じゃん、もう喧嘩、そう俺がブワーって言う、それに対してみなみも言うっていうさ、でもそれがあったから今のこう関係性が築けてると思うし、付き合いで言い合ったりとかしたじゃん。でもそれがあるからじゃないけど、俺も本気だけど南も本気で俺に対してぶつかってくる、うん、真剣な者同士だから意見が合わなかったとしてもそこの熱量って変わらないわけで、だから俺は信用できるなって思うし、そこまで真剣に考えてくれるんだったら俺も信用できるなって思うんだけど、でもなんかさ変にこう言わないとか本当は思ってるのに、うん、そういうのがあるとなんか関係なんて築けないなって思うから、うん、やっぱそこはね言わなきゃいけないな。でも美容師って一番多そうじゃないですか、こういう悩み。いや多いと思う、まあ特にね結構我が強いじゃないけど、うん、そういう、うん、どっちもがそういうパターンあるじゃないですか、うん、でもそれが一番多いと思うけど、まあ、それが言えない、うん、それもあるだろうね、どっちもあるだろうね。でもさ、俺我が強い子で別にいいんだよね。確かに、私も我が強い、うん、なんか俺恋愛でもそうかもしれないけどさ、うん、ちゃんと意見を言ってくれる人の方が好きだからっていうのもあるかもしれないけど、でもそういう場をちゃんと設けないといけないと思うんだよね。真剣に話をし合う場、ここじゃダメですね。そう、ここじゃなくてやっぱ、うん、外で、まあ、普通に飯食いながらでも全然いいと思うんだけど、やっぱり一回場所を変えるってねすごい大事だと思うんだよね。ここで話すと結局仕事になっちゃうから、仕事じゃなくて人対人で向き合った時にやっぱ本音って出ると思うから。でもそういう風に南の時はもう特にそう、南はここで話してもらっちゃうかないから俺はここではあんまり、でもそれ言われないと気づかなかったね。俺ここで聞かないようにするじゃん、うん、で案外話してみたらなんか分かり合えることっていくらでもあって、お互いに勘違いしてたところがあるみたいなさ結構あるじゃん。でもそれを勘違いしたままでいやもう言っても意味ないとかってなっちゃうと前進まないし、関係性なんて絶対的に良くないから、思いっきりね言い合って、でちゃんとそこのどこにじゃあ着地するのかっていうのをちゃんと決めれるっていうかさ、そこの判断が冷静にできるんだったら
ここは別に絶対的に話し合った言い合った僕が怒ってそのまま陽介さんが歩み寄って、うん、話しかけようとしたりしましたよね。そうだよ、てか大体そうじゃん大体そうだ、未だに南と年一で喧嘩するから1週間ぐらい普通に最近してたくらいですか。でも年一ぐらいあるじゃん、1週間ぐらい口聞かない、口聞かない、聞きたくないみたいな、うん、だって南は挨拶すらしないからいやどうかしてると思うけど俺じゃなかったら本当に怒られる、これカットしますから挨拶すらしないみたいな。で休みの日に陽介さんが、うん、でご飯行こうって言ってきて、こっちもなんか企画されて、うん、でも覚えてます、うん、なんかカフェみたいになって、うんうん、なんで喧嘩したか全然覚えてない。え、でもそれは多分あれだと思うよ、アニカンバーで帰った後だと思う。後でしたっけ多分、あの内容が、内容は覚えてる。大阪行きたいでしょ。でも今考えて何でそんなこと友達的に言ったんだろうってちょっと思って、うん、カップルがって感じ。ああそう森田でメンズが来て、うん、そのレディースを南でみたいな、うん、それがいいんじゃないかみたいな。そう、そうだった。それでなんであんな喧嘩になったのか分かんないけど本当にあんなぶち切れて帰ってぶち切られて、うん、帰るみたいな、うん、少なからずちょっとやっぱ人ってストレスを感じないと成長しないのよ。そう、ちょっとしたストレスっていうか、まあ心地いい環境じゃない状況にするというか、筋トレでもそうなんだけど、ちょっとずつ負荷をかけていかない、成長していかないじゃん。同じ重量をずっとひたすら上げてても成長しないように、少しずつさ重たいものを持つようになって筋肉って成長するじゃん。だから今までやってなかったこととかをちょっとやってみるとか、やりたくないなって思ってたこと、後回しにしてたことをやるとちょっと成長できる。みなみがさ入社してさ、お前なんてまだ別にさアシスタント全くもって必要じゃない状態でさ、はい、よく俺につけたよね確かに。だって全然さ売り上げなんて全然ないし、なんで俺についてんのって俺もう申し訳なくてしょうがなかった。あ、ずっと言ってました、ね、そう、予約が入ってないことに関してめっちゃ申し訳ないと、申し訳ないなって思ってた。でもよくねあの状態から最初、うん、ね、まず最初に言ったのはリップを塗ってくれってちょっと待って、唇カッサカサと、とりあえずリップクリームを渡したい、ね、でも本当ね最初何にもできなかったもんね。何にもできなかったよね。何にもできなかった。そう、笑えない。そう、笑うことすらできないし、技術はまあ当然だからさ、最初なんか何もできないし、でもさこう一緒にいる時間はめちゃくちゃ長くて、休みの日もだってずっと一緒に撮影してたから、なんか暑かったですよね。いや休み取ったなと、休まず仕事してた、休んでなかったもんね。そう、休んでなかった。そう、え、休んでいいんですか陽介さん、休んじゃっていいんですか。でも本当にそれ、しまちゃんにも言ってたもん、うん、でもさ、そうやってさ、ケツ叩いてくれるからもうしょうがねえからやるかっていう感じだったけど、でもあれがあったから今が結局あるからね。うまいこと、人生ってうまいこと言ってんだなって思うし、あのタイミングで多分ミネタがデビューするっていう風になってたから多分今があるし、あのケツを叩くっていう登場効果って、あ、こういうことなんだな感じだったじゃん。確かに負けたくないから今の原宿店見てると、あ、でもそういいぐらいのさ位置関係でずっとね、うん、3人とかがさこう並んでるし同期だしっていうところでさ、うん、負けたくないじゃん、うん、そういうのいいよね。でもそういうなんか競争心というかさ、ライバル心みたいなさ、超仲間だし言ったら友達なんだけど絶対に負けたくない相手みたいなので、うん、切磋琢磨してるもんね。慣れるってやっぱ一番怖いと思うんだよね。慣れちゃうって知ってる？高井さんがさ社長室に貼ってる自分で書いた、知らない、慣れるなって高井さんがさ自分の机の脇に貼ってんだよ。あの位置に行って
慣れるなって自分に言い聞かすように書いて貼ってるってすごいなってちょっと思うんだよね。技術に対して慣れるなって思います。まあそれはね、俺も常に思ってる。自分だけは自分の技術を疑えって常に思ってる。でもさ、技術職ってさ、もう自分で合格出さなかったら一生上手くなれるなって思うからさ、そこが面白いなと思うんだよね。もっと上手くなれるなってこの状態で真面目な話してる。そうだよ、めっちゃ真面目な話してるけどやばい、あんまりすぎだろ。あ、やっとアウトじゃなかったか。何でセットしようか。何でセットしようか。本当はね、ムースぐらいが調子いいような気がするんだよ。あ、でもめっちゃ毛先に溜まってる。ん？めっちゃ毛先に溜まってます。溜まってる、はい、いや、そう、溜まってていいんだよ。ここの溜まりはこれで正解。てかもう、やっぱさっきのさ、途中見せたじゃん、やっぱ。何でしたっけ？これよかったの。出るか。出る。モデリカ。あるよ。でもジェルだとさ、これ多分強く出すぎるでしょ。過ぎちゃって、もうちょっとだれていい。逆に、うん、でももうハーフドライぐらいで、もう終わったらめっちゃ楽なんで。でー完成。いやマジでミスだな。完成。いいじゃない。いいですか。うん。ええ感じ。こんな感じで買いました。でもさ、普通にこうさ、ブリーチ毛に対してさ、このやっぱリッチすごいね。確かに。うん。だし。やっぱこう根元がリッチ出るのはもう当然というか、普通にかけたら毛先ばっかりもうめっちゃもっとブワーッかかって、で根元は全く反応しないみたいな感じになるけど、そう、こうちゃんと均等に毛先まで、根元から毛先まで同じウェーブ感でかかってるっていうのがこれポイントですね。ポイントですね。うん。です。あ、いい感じです。うん、いいよ。これでこんな金髪でもうちょっと色がもうちょっとちゃんとしてたらめちゃくちゃいいと思う。カラーをちゃんとした方がいいな。うん、めちゃくちゃいい。バレちゃう。めちゃくちゃいい。ちょ、ひげ剃ったのか。ひげ剃った方が。可愛いかもしれない。可愛い感じでいいんですか。やっぱり見えてますか。いいんじゃないですか。ありがとうございました。ありがとうございました。